Thank you. じゃ本日はあのクリスお岡崎さんの方にあのまあアンソニー・ロビンスとロバーズとキョウサキからどんなことを学んできたかというようなテーマでいろんな話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずあのーはい、今はクリスお岡崎さんはどんなことをされてるんですか。僕はですね、はい、いろいろな会社の経営をしていると同時に。 えー、やはりロバートキョウサキねアンソニー・ロバン・ビンスから学んだことというのは学んだことは伝えろよということを、ねえー、教わってますので、はいえー、学んだことそれを、ね、伝えていくまたは、えー、一つはです、ね、やっぱりそこで一番学んだというのはほとんどの人は自分が思っている以上に可能性があるそこに気が付かせるような、ねうん、気が付いてもらいたい。 それによって日本が勝っていくんじゃないかと思ってですね <laughs>、えー、そういうことを伝える活動、教える活動、教える人を育てる活動をしています。なるほど。で、名刺を先ほど、はい、拝見すると、会社が数えただけでも十数、二十個ぐらい二十社ぐらいあったんですかね。であれはあのもう何年間のうちの会社のこう増えていったような感じな。ええ、はい、そうですね。五六年ぐらいですかね。五六年ですか。はいはい、どんな方に運営されてるのかなと。えー、もうほとんどあの、うん、僕はあのアイデアを出す。 ところですから、うんえー、アイデアを出し、えー、そしたらあとは経営だったりとかね、うんえー、技術を持ってる人たちがそこの方をやってもらうみたいな,なるほどもうだから企業っていうとねもう企業家っていうとですねもう本当に一つ会社を作ってずっと運営していくみたいなイメージがあるかもしれないんですけどね僕がその企業家っていうことのイメージで学んだものは企業家っていうのは企業はするけども経営はしない、うん まあしないって大変ですけどね、最初はするんですけどね、経営っていうのは経営者がするものだと、起業家と経営者は全然違うんだよということを学びまして、起業家がずっと経営していくと、会社はどん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 だめになってしまう。ということで、起業家っていうのはどんどん会社を立ち上げて、そして他の人たちに運営を任せてっていうふうに学んでるんですよね。ということで、たくさんあります。経営しててるののは他人たちだだと思っくさい以前はどんなことされてたんです以前はね、僕ね、聖書を教えたりと、ボランティアの仕事を主にやってました。 あそれがなぜこのような今形に変わってたんですかあのねある日 <laughs> ある日ある時ロバートサキの本を読んだんですよね、はいえー、その前にも、えー、いろいろ聖書を教えたりとかボランティアをしながらも、えー、ビジネスについての部分をいろいろ学んだりとかしていたんですけどもある時ロバートサキの本を読んだ時にああそうなのかすごく世の中が切り分けて分かりやすくなってたんですね。うん、でこれは これはすごいなと思ってもう一気に一日で夜寝る前にちょっと読んでみようかなと思ったんですけどいや買って持ってたんですけど分厚いので読む気が全然しなくてこれ読むの大変だよねこれどうしようかなね今日眠れないからちょっと読んだら眠れるかなと思って読んだら気が付いたら朝朝の6時ぐらいまでかけて全部読んでしまってやばいこれはすごいと思って朝はもう本屋さんにねえ行ってで残りの本を全部買ってきたんですけどねそれで全部読みました。 そしてそこからあビジネスっていうものは考え方があり仕組みがありそこ、ね、でできることが全然違うんじゃないかと<ー>そこから学び始めました、うん、学び始めたんですか、はい、でそこからまあいろんな家庭を得てアンソニー・ロビンスと出会って、はい、またそこから海へ上ったみたいな感じなんでしょうか大幅に変わりましたね大幅に変わりました,ました、うん、どんなところ変わったんですか、えー、まず自分ができると思っていたものの規模が全然違ってきたみたいな もうとにかく自分の人生とか自分の経済的な感覚の何倍何十倍っていうものは自分の能力には依存しないんだなっていうことが分かったんですね。自分の能力に依存しない